はい、それではですね、第2編破産手続きの開始という部分に入ってまいりましょう。ようやくね、倒産法の各論の中の各論というところになってまいります。さあ、破産手続きのね、概要図に関しては皆さんもねお聞きになられたと思います。で、その破産手続きの概要図というものをね、これからの編ではですね、常に意識しながら一つ一つの編でですね、どこにね位置づけられている、まあこのね、制度なのかということ、概念なのかということをですね、一つ一つ押さえながら、進めてまいりましょう。さあ、ここに関してはですね、破産手続きの開始ということをいろいろやっていくんですけれども、ほとんどがですね、問題文の問われ方としてはですね、この破産手続き開始決定の、申し立てが認められるかとか、それから裁判所が破産手続き開始決定をすることができるかとかね、そういった形でですね、問われることが多かったりします。もちろんね、それ以外の問われ方っていうのもするんですけども、イメージとしてはそんなようなことを思っておいてください。ただね、これからやっていく、支払い停止とかね、支払い不能、ここで、ね、やっていきますけれども、非常に重要な概念で、これに関してはですね、この手続き開始、破産手続き開始以外の部分のね、要件にもなっていたりします。ですから、いろんな問われ方がするんだということは頭の中に入れておきましょう。はい。まず第1章の破産能力という部分から入ってまいります。さあ、ここに関して、この第1章のね、部分に関してはですね、あまりですね、試験で出てこない、重要な部分ではないということになります。かつですね、理解としてもこれまで皆さんはね、民法や民事訴訟法、特に民事訴訟法というのを勉強されてますよね。という意味でそれが少し変容されたというだけです。第1の総論の部分見ていきましょう。破産能力とはという部分で、これは押さえる必要はありませんが、一応見ておきます。破産手続き開始決定を受けうる資格ということです。これどっかで聞いたことあると思うんですけど、民事訴訟法でね、やりましたよね、おそらくね。破産能力に似たものとしてですね、当事者能力とか、当事者適格、これちょっと違うんですけども、そういうものと同じように考えておいていただければ十分だということです。はい、手続き開始決定を受ける資格です。民事訴訟法もね、その民事訴訟も手続きですから、その手続きで最終的に判決、本案判決を受ける資格というものがあるのかどうかというのを最初に判断すべきところではあります。ですからですね、それは破産手続きであっても同じだということになりますね。はい、この2行目のですね、後ろの方を見てください。そのことはですね、破産法13条、破産能力がある人っていうのは、破産法13条により民事訴訟のね、当事者能力に関する規定に従って、個人、法人、法人でない社団等に破産能力が認められるということです。これは民事訴訟法28条29条です。破産法としてはね、これ引くことはないと思いますので、ここでも引きません。はい。で、さらに、破産法上、相続財産、信託財産にも破産能力が認められている、こんな条文もあるんだなということで、ですね、頭の中に入れておいていただければ十分かと思います。引く必要はありません。はい。その下、個人というところですね。その破産能力の中の個人という人、どういう人に破産能力が認められているのかですね、これに関してもですね、ここのことを読み流していただいておけば十分です。個人には等しく破産能力が認められると。はい。その後ですね、個人が死亡した場合には、その破産手続きは相続財産について続行される、227条というのがあります。これも今引く必要はありません。それからその下の段落です。外国人に破産能力を認めるかというところなんですけれども、はい、これに関してもですね、破産法3条というものがあったりします。これも引く必要はありません。外国人にも等しく破産能力が認められているというだけの話になります。はい。その下です。法人というところも一応見ておきましょう。はい。法人にはね、破産能力が認められるのかということは昔は議論だったんですけれども、最近はあまり議論になってないということもありますし、これが問題文で出るということはちょっと考えがたいというところになります。はい。で、伝統的にはね、法人を公法人と私法人ということに分けと、これは民法とかね、会社法でやると理解がしやすいかなと思いますけれども、はい、前者については公益性の高いものである場合は破産能力を認めないという考え方がありましたということですね。公法人の公益性の高いものに関しては破産能力を認めない、この制度を使う必要ないでしょうということですね。要するに、司法である民法の、権利関係を前提として、最終的にですね、総債権者の公平な満足と、あとはね、破産者というもののですね、経済的な再起、公正というものがありましたね。こういう趣旨がですね、公法人のこの公益性の高いものに当てはまらないんじゃないかというような議論がありましたということです。ただ現在では公益的な法人であっても清算の必要性があれば破産能力を認めるべきであると考えられている。これもそんなもんなんだなということで押さえておいていただければいいかなと思います。ただし、括弧に国家や地方自治体については破産手続きの結果法人格が消滅することが法秩序上予定されていないということです。さあ、破産手続きがね、なされるとですね、法人格というもの、これに関してはですね、基本的には消滅していくということになります。民事再生法とちょっと違うということなんですね。破産法っていうのは、その時のね、ものを一旦全部清算してしまうということになりますので、はい、法人格というのが消滅することが一応予定されているところになります。ただし、国家や地方公共団体ってそれが予定されていないということなんですね。はい、そのような団体については破産能力が否定されますと。はい。
で法秩序上ね法人格が消滅することがあり得るものであっても、まあ、生産消滅させることに合理的がない場合は破産の理由が否定される、まあ、こういうこともあるんだなということで押さえておいてください。はい、次の判例ですね。財産区の破産能力というところ、これまあ C ランクと書いてありますけども、D ランクでもいいかなというところになりますね。はい、この3行目だけ見ておいてください。財産区の破産能力については、本判例は広報人であることを理由として破産能力を否定している、はい、抑える必要もありませんということになります。はい、それから組合ですね。組合に関してはどうなのか、まあ、従来の通説は否定説であったと。ただまあ近似の有力説は、民法上の組合について民法が破産を予定していること、まあ、これは685条というね条文があるんだということを押さえておきましょう。それだけでいいです。あとは生産人の職務権限については、法人生産人の職務権限規定が順用されること、まあ、これも民法688条1項とかね、78条、まあ、破産法78条あってやりますけど、これ非常に重要な条文になります。これを理由に破産能力を認めている結論だけ押さえておいていただければいいかなというところです。ここも出ないかなとは思います。はい、それから第5、相続財産等というところですね。はい、これに関しては相続財産自体についての破産というのを認めているということです。はい、民法上の限定承認とかね、あとは財産分離という制度がありました。まあこれ民法でもね細かい部分にはありますよね。ですからですね、破産法でも出てこないかなというところであります。ただまあこの相続財産自体について破産能力を認めているということになりますね。はい、それだと相続財産の破産は別の制度であることがポイントなんだということです。はい、まあこんなことがあるということで押さえておきましょう。括弧に、また破産法は信託財産についても破産を認めていますということですね。こんなものもあるんだなということで押さえておいていただければいいと。信託法25条1項というのがねあって、まあ、受託者が破産したとしてもですね、信託財産は破産財産に属しないということではあります。まあ、信託財産自体というのはね、おそらく試験範囲外ということなので、まあ、一応こういうこともあるんだなということで押さえておいていただければと思います。よろしいでしょうかね。まあ、代償に関してはここの一番最初、まあね、当然の前提というようなところ、民事訴訟法ね、皆さん勉強されている当事者能力というのを勉強されていれば、こんなもんなんだなということで押さえておいていただければいいかなと思います。はい、なのであっさりということです。さて、第2章に入りますね。ここからがめちゃめちゃ大事なところになってきます。もう本当に大事な部分で、毎年出てもおかしくないような事項というものが出てまいりますので見てまいりましょう。はい、破産手続き開始原因というところになります。はい、まあ、概要図の部分のね、申し立ての部分から入っていくところですよね。でそこでは、まあ、破産手続き開始原因というのがあって、これが満たされていればですね、破産手続き開始決定というのが最終的になされるんだというような手続きでした。はい、見てまいります。第1の破産手続き開始原因という部分ですね。はい、破産手続き開始によって破産者や債権者の権利は制約されることになるから、どのような場合に破産手続きが開始されるかが重要になるということです。何でもかんでも破産を開始してしまってはダメなんですね。やっぱり破産者や債権者の権利が制約されます。まあ、合憲性が争われたというのをやりましたよね。まあ、そのぐらい結構重大な影響を及ぼしますから、一定の場合にはこの制度を使いましょうというような形。要するにね、まあ、破産手続きというのが出されてしまうと、個別的権利行使とかがストップしてしまう、一時停止になってしまうということですかね。かなり重要な効果だということになります。はい、ですからその破産手続きが開始されるための要件というのが法定されているんだということですね。破産手続きが開始される実態上の要件を破産手続き開始原因というということです。はい、で括弧にですね、はい、これは重要です。個人たる債務者について破産手続き開始申し立てがあり、支払い不能が認められると破産手続き開始決定がされるということです。はい、これ破産法15条、これめちゃくちゃで重要な条文です。はい、ね、条文ランキングというものをね、まあ、ですね、人気ランキングみたいなのが出てくるとですね、この15条というのはおそらくトップ10、まあ、トップ20ぐらいには入る、まあ、どうでもいいんですけど、そのぐらいに入るようなよく出てくるものだということになります。はい、15条ですね。一応見ておきましょう。債務者が支払い不能にあるときは、裁判所は第30条1項の規定に基づき、申し立てにより決定で破産手続きを開始するというような規定になっています。2項を見ておきましょう。債務者が支払いを停止したときは、支払い不能にあるものと推定するということですね。この15条というものはですね、まあ、皆さんお手持ちの6法というのをしっかりとチェック、グリグリとしてチェックでもしておいてください。さあ、その15条の横には第2章、破産手続きの開始というようなね、まあ、章になってますよね。ここからはとっても大事なところで、破産手続き開始したっていう問題文がね、まあ、まあ皆さんね、まだあまり問題文見慣れてないかもしれませんけど、必ず破産手続きの開始したというようなことが問題文に書かれているわけです。ですから、この部分、破産手続きの開始って問題文に書いてあったら、この15条以下の条文を検索していくんだという、こういうイメージを持っておいてください。よろしいですね。はい、ここでは支払い不能というところがまずやっていきましょう。はい、個人たる破産者については、破産手続き開始期限は支払い不能になっています。
はい、それからもう一個括弧3です。法人たる債務者については破産手続き開始原因は支払い不能または債務超過である。破産法16条1項です。さあこの破産法16条1項というのも見てまいりましょう。非常に重要な条文になっています。はい、これもぐるぐるっと押さえておきましょうね。法人の破産手続き開始の原因、債務者が法人である場合に関する前条第1項の規定の適用については、同項中支払い不能とあるのは支払い不能または債務超過。はい、債務超過に関してはこのね、16条の中に定義があります。債務者がその債務につきその財産をもって完済することができない状態を言うということですね、とするということになっています。債務超過というものが法人に関しては支払い不能プラスですね、この要件というのが備わっている、この要件というのがプラスアルファでね、もう一個ですね要件として認められているということになります。はい、よろしいでしょうか。これをまず押さえておきましょう。それでは第2の部分ね、支払い不能というところから見てまいります。いいですね。支払い不能というのは今言ったように15条1項というものに、まあ支払い不能、要するに個人の破産手続き開始のですね原因というところになっています。プラスアルファ支払い不能というのはこれからいっぱい出てきます。例えば否認とかね、相殺とかいう部分でも出てきます。ですから問われ方としては、支払い、ね、不能というものの問われ方としてはですね、否認権の行使ができるかとか、それからですね相殺権、相殺が認められるかとか、まあそういった問われ方もします。非常に多岐にわたるんだということを頭の中に入れておきましょう。ね、これからすぐやりますけども、いろんなもののですね要件ということになってまいりますので、この支払い不能、ね、いろんなところにですね、まあ、出張にお出かけするような要件なんだということで押さえておいてくださいね。非常に重要です。はい、見てまいりましょう。じゃあ支払い不能って何なのかということです。はい、債務者が支払い能力を欠くためにその債務のうち弁済期にあるものにつき一般的かつ継続的に弁済することができない状態、これは押さえましょう。はい、条文があります。2条の11項というところですね。はい、2条の11項というのもチェックをしておきましょう。はい、まあ、この2条の11項は今読み上げた部分です、ね、支払い不能のまあ定義が書かれているところになりますので、まあ2条を読みながらね、の2条11項も読みながらですね、このテキストの方のね、この部分を押さえてください。非常に重要です。はい、で、ですね、まあですから支払い不能ってね、こういう事実、これね、まあかなり抽象的に書かれてます。もちろんね、法律ってのは一般的抽象的法規範ですから、一般的抽象的に書かれてるんですけども、これが具体化された事実っていうのが、まあ、いっぱい落ちてるということなんです。問題文にいっぱい落ちてる。でそこからその事実を拾ってですね、まあ、今から申し上げるような事実っていうのがいっぱい落ちてますから、具体的な事実が落ちてますから、そこから拾ってですね支払い不能と認定する。まあ問題によってはですね、支払い不能に陥ったとか明らかに支払い不能だみたいな事実になってますけどね。はい、よろしいでしょうか。で定義から分かるように、今の段階はちょっとねまだ分かんないかもしれませんが、押さえておくのはですね、支払い不能はこの3行目のところですね、客観的な状態のことを指します。客観的な状態のことを指します。はい、で口述する支払い停止というものは債務者の行為のことを言います。支払い不能っていうのはそのね客観的な状態のことを指して、支払い不能状態にあるんだということを指しますということですね。はい、ここに関してはね、まあ、細かい論点とかいっぱい出てくるところなんですけども、をですねこの試験に出る範囲でこれから押さえてまいりますからね。はい、客観的な状態、支払い停止は債務者の行為、はい、この点について意識することは必要だということになります。はい、であとはやりました。支払い不能っていうのは否認権及び相殺禁止にかかる自適基準の一つ、つまりいろんなところに出張していくような要件なんですね。ですから正確な理解が必要なんだということになってまいります。はい、そうした回答のためのポイントというところですね。さあこれね初登場だと思いますけれども、このテキストはですね、まあ判例の枠囲みというものと、もう一個ね回答のためのポイントというね枠囲みというものもあります。これは適宜ですね、まあ、要するに皆さんのゴールというものはですね、司法試験の倒産法というものをね、しっかり合格等を作るということがゴールですから、それに向けて回答のポイントということをですね適宜入れております。よろしいですね。まあ理解のポイントというところももちろんあるんですけども、まあそういったものでね、ワンポイントアドバイスみたいなイメージで押さえておいていただければと思います。はい、見てまいりましょう。本文中に述べたように支払い不能は客観的な状態で、支払い停止は債務者の行為であると。でこの点を押さえておかないと、論文式試験の論述においておかしな回答を作成してしまうことになりかねないんだということになります。つまりね、支払い不能で後で支払い停止でやりますけども、それに向けられた事実っていうのは落ちてるんですね。司法試験の、委員の方々っていうのは、この事実を使ってね、じゃあこの支払い停止を認定してくれ、あるいは支払い不能を認定してくれというんです。ね、その時にじゃあその見方として客観的な状態なのか、それともですね、債務者の行為なのかということをしっかり頭の中に入れておかないと、ね、ちょっとあべこめな当てはめになってしまう。ね、支払い不能が聞かれているのに債務者の行為のことをね、まずと書いてしまうとか、
例えば、まあ、支払い停止というのは後でやりますけれども、支払い不能を推定させるものになるんですけどね。逆に支払いですね、停止というものに関して債務者の行為であるのに客観的な状態というのを認定してしまうとか、こういうことになってしまうので、それは注意が必要なんだということになります。はい、その下です。はい、債務者が支払い不能であることは破産法162条1項1号 E によって否認権が認められるための要件の一つである。これは先ほど来からね、かなりしつこくの、述べているところになります。また同条3項は一定の期間の支払い停止があった場合、支払い不能を推定しているということですね。まあ、こんなこともありますけれどもですね、いずれにせよ2つを分けるということです。その下、論文式試験においては行為時点での支払い不能を判定していくことになるが、その際に直接支払い不能を判定するのであれば、客観的な状態に着目した記述が必要になると。で、一方支払い停止があったから支払い不能が推定される、これすぐやりますけどね、ちょっと我慢してくださいね、支払い不能が推定されるという論述をする場合には、債務者の行為についての分析を進めていく必要があるんだということです。要するに今論じているものが支払い不能のことなのか、支払い停止のことなのか、これをしっかりと意識しながら見ていくということが必要になります。はい、でこれを混同してしまうとですね、既存的な概念について理解が足りないと判断されることになってしまうので、気をつけましょうということになっています。はい、じゃあさらにね、この支払い不能定義の中の一個一個のパーツというものを見てまいりましょう。それはカッコ1からです。支払い能力という部分ですね。はい、支払い能力とは資金を調達し弁済をするための資源のことを言うからですね。債務者について、ここがポイントです。その財産、労務、信用の各面、全部です。全部を総合的に考慮していくんだということになります。この3つは絶対に押さえてください。財産、労務、信用というところですね。はい、これを考慮して支払い能力の欠如を判定することになります。はい、いいですか。あとでもね、すぐやりますけど、財産、労務、信用というのは全てを見ていくという、チェックをしていくということを、もうこの中で頭の中に入れておきましょう。はい、その下、例えば財産があったとしても、それを看過することが困難であれば支払い不能とされるということですね。はい、財産が現時点でなかったとしても、信用によって借り入れが可能と判断されれば、現実に借り入れをしていなくてもですね、債務超過の状態であっても支払い不能とは判断されないということです。はい、債務超過っていうのはですね、後でやりますけど、簡単に言うと無視力です。皆さんがですね、民法で勉強されましたね。無視力、差害行為取り消しとか、ですね、債権者代位権の部分でですね、まあ、いわゆる責任財産の保全という部分で無視力というものが出てきたと思います。これも非常にもう A ランク、S ランクぐらいのね、まあ、概念だと思うんですけど、まあ、債務超過というのは基本的に言うとそういうことだというふうに押さえておきましょう。はい、まあ、債務超過とはやっぱりね、違う概念なんだということです。いいですか。財産、労務、信用の各面というのを総合的に考慮していくということなので、まあ、例えばというのはその一つの具体化だということです。はい、信用によって借り入れが可能と判断すれば、現実に借り入れをしてなくても支払い不能とは判断されませんということですね。はい、でその下、また支払い不能は客観的な状態なので、はい、表面上弁済していても返済見込みのない借り入れによって弁済しているに過ぎない場合は、客観的弁済能力が欠けるものと考えられているということになっています。はい、これもですね、まあ、裁判例があるところではありますけども、これもね、まあ、ちょっとイレギュラーな部分なので、事実こういう、ね、事実が出てきた場合にはですね、ここは抑えられるようにしておくといいかなと思います。まずね、いずれにせよ定義をしっかりと書いてね、ちょっと特殊ですよね、これね。支払いの客観的な状態なので、表面上弁済してるという事実が多分あるんです、この問題が出てきたらね。だけど返済見込みのない借り入れによって弁済してるに過ぎない場合、これは読み取ることができます。皆さん問題文の中でね、必ずその事実が書いてありますから、その場合には最終的にはやっぱり客観的弁済能力は欠けているんだと、弁済能力の話なんだということですね。支払い能力の話なんだということになります。はい、よろしいでしょうか。これはしっかりと押さえておきましょう。でその下です、判例があります。これ A ランクの判例です。はい、まあ、事実に関してはこの中に入っちゃってるので、まあ、押さえていきましょうね。はい、本裁判例はということで、支払い不能とは債務者が一般に金銭債務の支払いをすることができない客観的状態というのであって、人の弁済能力は財産、信用および労務の3者から成立するものと解されるので、財産、その信用および労務について順次検討してみると述べた上で、財産、労務、信用の検討を行っている。いいですか。財産、その信用および労務について順次検討ということで、要するに全部検討してるんです。全部検討してるんです。いいですね。はい、はい、よろしいでしょうか。その下で、自身が金を払わなければならない場合、持ち物を売る、働いてお金を稼ぐ、誰かから借りて払うという選択肢を想定できるだろうと、それを短く列挙すれば財産、労務、信用となるんだということです。はい、よろしいでしょうか。まあ、ですから事案をね、まあ、判例のね、ところで、まあ、見ていただいてもいいんですけども、ここで大事なのは、一番大事なのは財産、信用、労務について順次検討、全部検討していく、それを総合考慮するんだということを押さえておきましょう。はい、その下、回答のためのポイントです。支払い不能と支払い停止という部分で、まあ、支払い不能を判定する機会というのは問題演習なので必ず出題をされるところではあります。でそのためにですね、まあ、繰り返し3つの要素から支払い能力を検討することがですね、必要なんだということになります。
はい、財産、労務、信用についての事実が落ちているので、そのいずれも列挙できるにもかかわらず自分に都合の良い要素しか検討しないとは思われますけれども、百選掲載の話においては3つが全て丁寧に検討されているので上記の答案の印象は非常に悪いということになります。はい、よろしいでしょうか。財産、信用、労務ということです。まあ、もちろんね、問題部、まあ、皆さんがね、もしかしたらね、当連とか受けられる方もいらっしゃるかもしれませんけれどもですね、その中には財産、信用、労務の、まあ、1個の事情についてあまりないような、まあ、ものもあります。でそれはですね、ないということをちゃんと認識する、要するに財産、信用、労務の3つは必ず検討するという姿勢を答案の中で示していくということがとても大事になってくるんだということになりますね。よろしいでしょうか。無理やりね、事実をね、まあ、捏造して全部に当てはめなきゃいけない、そういうわけではないということですよ。ですから、まあ、信用についてね、これが否定されるような事情はないとか、まあ、そういうようなことです。でこれらを全て、まあ、その事実がないということをしっかりと示した上で総合考慮していくということです。3つを全部検討していきましょうということになります。はい、次です。これがですね、支払い能力というところでした。さらにですね、定義、支払い不能定義の中の括弧に一般的かつ継続的というところに入ってまいりましょう。はい、これは支払い能力の欠如ということなんですけど、これは一般的かつ継続的でなければなりません。はい、で一般的とはですね、総債務の弁済に対して債務者の資力の欠如していることを言うということになります。はい、ですから特定の債務について債務不履行があったとしても、それだけでは支払い不能とは判定されないということです。はい、総債務の弁済に対して、債務者の資力を欠如しているということは、ここは押さえておきましょう。はい、総債務の弁済ということですね。はい、ですから、まあ、これ定義としてね、まあ、書くかどうか、まあ、微妙かもしれませんけども、これらしきことを、ね、少なくとも分析をしながらですね、その当てはめの中でこういう評価をしていくということにおいてですね、やっぱり書きうる部分でありますので、チェックをしておいてください。はい、それから括弧、失礼しました、の部分ですね、継続的とはということです。一時的な支払い中止や手元不如意、あんま聞いたことないかもしれませんけど、これたまたま手元にない状態、これを除くという意味だということです。はい、こういう状態になければ継続的というところが、まあ、満たされるということですね。はい、よろしいでしょうか。で逆にですね、返済の困難な借り入れによって支払い不能でない状態を、まあ、ことしてたとしても、客観的に支払い能力が欠けていれば、まあ、支払い不能と判断されるということなんですけれども、はい、よろしいでしょうか。まあ、これはさっきやったところですね、客観的に支払い能力が欠けていれば支払い不能と判断されるんだということになっています。はい、まあ、これはね、支払い能力の部分でやったことと同じようなことなんだということになります。はい、ここで見てまいりましょう。支払い不能の括弧2という判例ですね。はい、これも A ランクです。はい、事案です。事案はまあここに入っています。ゴルフ会員権販売会社がプレー会員権を乱売して、会員に不法行為に基づく損害賠償請求権が発生していると目される場面があったんだということです。はい、まあ、ゴルフ会員権販売会社なので、こう乱売しているので、まあ、ゴルフ会員ってね、もう全国にいっぱいいます。いっぱいいます、ね、数が把握できないぐらいいっぱいいるんですね。数が把握できないということは、会員に不法行為に基づく損害賠償請求というのもあるんですけども、その損害賠償請求というのがいくつあるかわからないような状態だというのを想定してください。ですね。その場合に、本裁判例は間接事実に基づいて債権総額が不明であるものの、ゴルフ会員権販売会社が支払い不能に陥っていることを認めたということになっています。はい、よろしいでしょうか。債権総額が不明みたいです。不明みたいです。だからよくわからない。で一般的な、まあ、今や、ね、申し上げたような、その一般的かつ継続的に、ね、支払い能力を書くために弁済することができない状態ということの一個一個の、ね、まあ、事実っていうのがなかなか判明しないような場合っていうのもある。これ特殊な事例だというふうに考えておいてくださいですね。この場合にですね、この間接事実に基づいて債権総額が不明であるものの、ゴルフ会員権販売会社が支払うのに陥っていることを認めたということですね。はい、で被害者の会が各地で設立され提訴が予定されていたこと、まあ、丸1でもつけておいてください。それから丸2、請求額が高額になること、丸3、ゴルフ会員権販売会社の資産には担保がつけられていること等が間接事実として挙げられたということです。はい、よろしいでしょうか。あとは間接事実の、ね、まあ、評価の仕方ということですね。経験則というものを挙げて、この間接事実はそれに、ね、その、ね、経験則から比べてどうなのかということですね。で従って最終的な、まあ、結論というような流れで、まあ、書ければいいかなというところになります。はい、その下、客観的状態として支払い不能を論じるためには、債務者に対する債権者の債権の総額を、まあ、基本的には具体的に観念しなければならないんだということです。これが原則だというふうに押さえておきましょう。はい、しかし本裁判例のように、不法行為に基づく損害賠償請求権が多数ある場合です。多数ある場合です。でそこの格別の債権額や合計の、ね、債権額の詳細がわからないという事態も想定されるんだということです。要するに、ね、こんなような状況でも、ね、一個一個 の、ね、その不法行為請求というものがどれだけあって、債権の総額いくらなのか、
具体的に確定しなければですね、支払いのとは言えないんだということになると、やはりそれは不都合が生じてしまうということなんですよね。いつまでたっても倒産手続きというのが開始しないということになる。で、最終的にはそれは総債権者がもうね、満足というものを得られなくなってしまう、満足の最大化が図られなくなってしまうということですよね。はい、ですからこういうね、例外的な場合にはですね、間接事実の積み重ねということで客観的状態を推認したということになるわけです。はい、で例えばということで、ですね、本裁判例の事案以外には、どういう場合が想定されるのかということなんですけど、公害による損害を発生させた企業が支払い不能かどうかという場面なのが想定されるのではないかなというふうに思われますということです。このね、問題文の事案ジャストで出るかどうかは分かりませんけども、公害による損害を発生させた企業が支払い不能かどうか、これもですね、やっぱりですね、法行に基づく債権者全国にいっぱいいるので、その債権額というものですね、全部ですね足し上げること、正確にですね足すことができないというような事例がありますよね。こういう場合にはこの判例というものが威力を発揮するんだということになります。はい、ただし、何回も言いますけど、これちょっと例外的な場面だということで押さえておいてください。この判例に関してはね、A ランクということでいつでもおかしくないと思うんですけど、あくまで、ね、例外的な場面なんだということで押さえておきましょう。はい、次です。括弧3の部分です。弁済期の到来の要否ということです。はい、これも支払い不能の中の一つのパーツですよね。弁済期にあるかどうかということです。はい、支払い不能はあの部分ですね。弁済期にある債務について判定されますということです。はい、ただし E の部分です。最も未だ弁済期には至っていないが、弁済期が間近であり、弁済期が訪れたならば確実に支払い不能になる場合であっても、なお弁済期が未到来の間は支払い不能ではないと考えるべきかということです。要するにもうね、それほとんどさっき言った支払い不能定義に、ね、同じじゃないかと、ね、支払い不能定義には形式的には当てはまらないんだけど、ほっといたらもうすぐそのうち支払い不能状態になるんだと。そんな場合にはもうね、その段階から支払い不能を認めちゃって破産手続きスタートさせた方がいいんじゃないかっていう議論です。これはね、はい、それどうなのということでね、一応これは司法試験にも出ているところではあります。いいですね、司法試験に出ている部分ではあります。はい、で学説上は近い将来の弁済期日に一般的かつ継続的に弁済できないことが確実であるという現在の状態を支払い不能に当たるとする見解がある。要するに今言ったような場合にはもう支払い不能なんですよというように考える学説もあります。確かにこれは魅力的な学説だと思いますね。はい、実情に鑑みたらその通りなのかもしれません。ただし裁判例はということで、はい、これは百選事件でもあるんですけども、はい、支払い不能か否かは現実に弁済期の到来した債務について判断すべきであり、弁済期未到来の債務を将来弁済することができないことが確実に予想されたとしても、弁済期の到来した債務を現在支払っている限り支払い不能ということはできないというふうに判示している。これをですね、裁判例というものがあります。これがやっぱりですね、このですね、支払い不能の条文に書かれている定義に忠実な解釈なんだということになります。ですからまず皆さんもこれをしっかりと押さえましょう。でこれを踏まえた上で、ね、このしっかり踏まえた上で皆さんが不都合性があるから修正をしていく、問題の中で修正をしていく、これはありです。ただし最初からこの判例とかそういうもの、原則論というものを示さずにいきなり学説に飛びついてしまうというのは危険なのでやめておきましょう。よろしいですね。答案の書き方みたいになってしまいましたけど、これは民法とか何でも一緒です。まずは形式的な規決、条文があるんだったらその条文に当てはめてみるということがとても大事です。判例、括弧として判例があるんだったら、まずその形式的規決を示すということがとても大事。ただそこからは不都合があるから、じゃあそれに対して私はこう考えます、こういう形であればそれは高く評価されます。いきなり最初からですね、何も基本部分というのを示すことなく、いきなり実質論とかね、最新の学説に飛びついてしまうと、それは単に条文とか基本制度とか判例、基本判例を知らないんだという評価になってしまいますから、これは気をつけておきましょう。はい、そういう意味でこの裁判例は押さえておいてください。100選に掲載の判例ですからね。はい、さあその下、次ですね、判例の部分見てまいりましょう。はい、支払い不能というところになります。はい、支払い不能、否認の要件という部分です。否認権という部分でね、この判例は出てきます。先ほど申し上げているようにですね、否認というものをこれからやっていきます。否認ってね、今の段階で押さえておいていただきたいのは民法上の差害行為取消権のことです。民法上の差害行為取消権が、倒産法、破産法や民事再生法になった場合には、ね、否認権というね、ネーミングになるんだというような頭の中で押さえておいてください。その否認権の要件として支払い不能があって、その否認権の要件の中で争われた、その文脈で争われた判例がこの支払い不能、否認の要件1ということで、先ほどねすぐにご紹介させていただいたこの25事件というものになります。これ A ランクですね。はい、で本裁判例はというところ、ここは先ほど述べたところになっています。はい、
いいですか、シェアライフの田舎はっていうのはこの線を引っ張ってるところなんですけども、はい、これは先ほどやったところなので、ですね、もう一度押さえておいてください。はい、その下、まあ、なお 本裁判例はということで、支払い不能になった時期も問題となりました。時期、支払い、いつ支払い不能になったんですかということですね。要するに先ほどね、まあ、要するに文言に忠実な解釈というのを前提として、いつじゃあ支払い不能になったのということで一応押さえておきましょう。裁判例は、弁済期の到来した債務額が破産会社の預金額をはるかに上回ること、さらなる受注による工事代金の入金が考えがたいこと、主要取引先である銀行の支援打ち切りの決定により信用が著しく低下していることなどの事実を認定して支払い不能を認めているんだということですね。いつということですね、はい、ですから試験においてもどの時点で支払い不能になるかについての問題文の規定から正確に認定する問題がいつ出題されてもおかしくないということですね、はい、いろんな日時があります。過去問を、ね、見れば明らかなようにですね、時系列というのがかなり詳細に載っているものがあります。でその中でいつ支払い不能になったんですかということですよね。これが問われることがありますので、そういう意味でこの判例というものはね、まあ事案を簡単に見ておくといいかなというふうにありますけど、まあここにねエッセンスをまあ抜き出しているところでありますので、押さえておいていただければと思います。はい、よろしいでしょうか。でその下です、回答のためのポイントです。まあこれまでもやってきたと思いますけども、もう一度確認しておきましょう。はい、弁済期が未だ到来していないが財産を投げ売りのようにしているという状況において支払い不能を認定することができるかという問題は出題されると。はい、総裁否認権を絡めて出題しやすい分野であるので、まあ、という理由があるんだということですね。で論ずることが多岐にわたる場合があるので、弁済期未到来の債権を支払い不能判定の基礎にすべきかについては、まあ、そんなにですね、まあ、多くスペースを費やす必要はないということです。はい、まずは支払い不能定義を示した上で事案の特殊性を示し、いずれかの法律構成を展開すれば問題ありませんということですね。要するに、まあ、支払い不能に関してまず通説の定義を出すと。でよくわからなかったら仮に支払い不能が認められるとしてもみたいな形で、まあ、書いていくということです。その下に書いてありますけども、はい、いずれにせよというところを見てくださいね。まずは丸1というところですね。はい、まずは丸1、支払い不能の定義、判例の形式的帰結を示した上で丸2、事案の特殊性、修正の規範、当てはめという形で展開すべきだということですね。はい、丸1の部分が抜けると単に基本事項を知らないだけと判定されてしまいます。はい、その下、丸2の部分は書けなくてよいということです。支払い不能を認められた他の論点につながらない場合には丸1の形式的帰結を示し、丸2を飛ばし、仮に支払い不能が認められるとした場合にはというなどと表現してつなげていくということになります。これで十分ね点数になりますからね。はい、まあ、迷った場合にはこういうふうにね、してまいりましょう。はい、よろしいでしょうか。これが支払い停止、ものすごい重要な概念がこれで終わりました。いいですね。まあ、ここでは破産手続き開始原因の中の一つとして押さえましたけども、いろんなところにこれが出てきますかね。はい、ついに登場したかみたいな感じでね、伏線回収みたいな感じでね、まあ、後の方に出てきますから、ちょっとね、覚えておいてください皆さんもね。うん、あっぱれということで覚えておこうということで皆さんも頭の中に入れておいてください。はい、さらにですね、見てまいりましょう。第3の支払い停止ということですね。支払い停止です。はい、支払い停止とはということです。はい、弁済能力の欠乏のために弁済期の到来した債務を一般的かつ継続的に弁済することができない旨を外部に表示する債務者の行為ということになります。はい、支払い不能に関しては、まあですね、定義が2条11項にありましたけど、支払い停止に関してはですね、実はどこにもないということになります。まあ、ほぼ支払い不能と同じなんですけどね、支払い不能と同じなんですけれども、はい、この定義はしっかりと押さえておくということですね。はい、よろしいでしょうか。まあ、支払い、ね、不能みたいなことをですね、外部に表示する債務者の行為なんだということになります。これどういう意味なのかということなんですね。はい、表示は目次のものでも構わない。まあ、これはいいですけど、はい、これどういうです、ね、機能があるかというと、支払い停止があると、はい、債務者の支払い不能が推定されます。最終的には支払い不能がですね、個人の破産手続きで、ね、開始原因だったんですけども、そのですね、支払い停止という行為があれば支払い不能という状態、客観的状態が推定されるというような関係にある。これは頭の中に入れておきましょう。故にですね、これも問題文によく出しやすいんですね、事実としてね。はい、これ15条2項、先ほど見たところですね、これはね。はい、上記定義からすれば、特定の債権者の請求に対し支払いに応じないことを表明しても支払い停止とは言えません。一個一個考えていくとですね、定義に当てはまらないということになります。はい、よろしいですか。また一時に多数の債務を請求されたり、1個も巨額な債務を請求されて支払いすることができない旨を表示するものでなければ支払い停止とは言えないということですね。はい、よろしいでしょうか。はい、一方ですね、債務者が一般的に支払いすることができないと表示したときは、その後多少の支払いをですね、しても支払い停止とされるということですね。はい、よろしいでしょうか。
はい、あの部分ですね、その下です。まあこれはね、支払い停止の定義というものをしっかりと押さえておいていただければまあできるかなというところになります。はい、次のあの部分になりますね。はい、銀行取引停止処分の前提となる手形の不渡りを生じさせるような行為は、これはですね、取引停止となればそれ以降の手形による弁済はできなくなるので、これは支払い停止と評価されるということです。ここからちょっと具体例というのを一個一個見てまいりましょう。よく出てくる具体例です。はい、まあ ここに出てくるものに関しても前提として、ですね、あっさりと認定してしまえばいいようなものもあるんですけども、はい、まずは今言ったところですね、銀行取引停止処分の前提となる手形の不渡りを生じさせるような行為ということですね。はい、でここから評価です。取引停止となればそれ以降の手形による弁済はできないので支払い停止と評価されます。定義に当たるということですね。はい、なおですね、通常は銀行停止処分を招く2回目の不渡りをもって支払い停止、不渡りというのもかなり、ね、大きな話なんですけど、銀行停止処分というのはですね、まあ、いわゆる企業にとって銀行取引やめますよということはですね、まあ、資金の余裕、キャッシュフローというのが途絶えてしまう、そこが切られてしまうということなの です、ね、これはもう死刑判決というふうな、まあ、ものなんですね、銀行取引停止処分というのはね。でそれを招くような手形の不渡りというのは、それはさすがにもうね、先ほどやった支払い停止の定義に当てはまるでしょうというようなことなんですね。はい、事実を挙げて評価をしてよって支払い停止の定義に当たるというような流れです。はい、なお通常は銀行、ね、停止と処分を招く2回目の不渡りをもって支払い停止とするが、不渡り前後の事情等を考慮して1回目の不渡りで支払い停止とされることもあります。これは問題部の事情によりけりということになります。はい、それからいいです。また債務者が代理人である弁護士を通じ債権者一般に対して債務整理開始通知を送付した行為は支払い停止にすると、ね、当たるとした判例もあります。はい、これ判例がありますね。それからですね、うです。支払い猶予については一般的に支払い停止に当たるものとされていますということですね。はい、もっともまあこれ会社構成法の事案なんですけど、裁判例はですね、支払い猶予と求めるまあ行為であっても合理性のある債権方針や債権計画が主要な債権者に示されて、これが債権者に受け入れられる蓋然性があると認められる場合には支払い停止ということができないと、こんなような解釈を示しているものもあります。はい、これもですね、まあ、問題文によ、まあ、出てくると思います。もう事実として出しやすいですね、この部分に関してもね。はい、こういう場合にはですね、定義には当たらない場合もあるよということで押さえておきましょう。こんな裁判例があります。ですからまあ結論はどちらでも構いません、裁判例なのでね。はい、こういうような特殊な事情のある場合には支払い停止に当たらないというようなこともあるんだということがあるということで押さえておきましょう。はい、その下です。括弧にですね、支払い停止は支払い不能の推定事実であって支払い不能の状態にあることを直接認定する場合には支払い停止があるか否か判断する必要がないということです。あくまで推定させるものですから、直接客観的な状態が認定できればそれでいいんです。それでいいんです。必ずですね、支払い停止を認定しなければいけないわけではないということです。これはまあ当然のことですね。はい、これも百戦事件ということであります。はい、よろしいでしょうか。で、カッコさんです。支払い停止は裁判時まで継続していなければならないかが問題となるということですね。はい、まあこれもちょっと細かい論点かもしれませんけど見ておきましょう。いいですか。この支払い停止っていうのは裁判時、要するにもう手続き開始決定、ね、以降、決定時までですね、ここまで継続していなければならないかが問題となるんですけども、はい、裁判例のように支払い停止は破産手続き開始前の債務者の主観的行為なんだということです。はい、主観的な行為です。債務者の行為なんですね、簡単に言うとね。はい、であり支払い不能を推定し立証の軽減を図るものであるんだということですね。これは頭の中に入れておきましょう。要は支払い停止の機能っていうのは、ね、支払い不能を推定してですね、立証の軽減を図るものだということです。はい、その、まあ、役割に過ぎないんだということですね、ここではね。はい、ですから一旦その場合、そういうふうに考えると一旦支払い停止の事実が発生してもその支払い停止が裁判時まで継続している必要はない。あくまで推定させるだけのものですから、ね、裁判時まで継続している必要なんていうのは全くないということになります。はい、でその後に債務者が一般的に支払いを再開したような場合にはこのような事実は支払い不能推定を破るための間接事実になるんだということになります。よろしいでしょうかね。ただ単にその行為があったら推定させる、立証の責任を転換しただけなんだから、それを覆す事情があれば当然に、ね、まあ覆るということですね。ただそれだけの事実なんだから、いちいちそれがですね、まあ裁判時まで継続している必要なんて全くないんだよということです。これを押さえておいていただければいいかなと思います。はい、で何が対立なのかっていうとなんですけど、 E の部分を見てください。これはまあね、今からやりますけど忘れちゃってもいいと思います。はい、でこれに対して支払い停止は否認や相殺禁止の限界を隠す機能をも有するものであるからですね、まあこれは後でやりますけど、ね、否認や相殺禁止別のところにも支払い停止が出てくるんですね。はい、取引の安全債権者間の公平を図るためその基準は客観的であるべきとして支払い停止を支払い不能に近い状態と捉えるとですね、支払い停止は一時的なものは足りないんだと、で破産手続き開始まで持続することが必要となるものと考えることになるんだということですね。でこの見解に立つとその後に債務者が一般的に支払いを再開したような場合には支払い停止という状態は解消するんだということになるんですけども、はい、まあこれはねやっぱりですね、支払い停止っていうのを
客観的状態に近く考えていこうってちょっとね、まあ、従来のやっぱり考え方、通説と判例とはねちょっと違う解釈なんですね。はい、まあ、確かに、まあ、説得的な、ね、話ではあるんです。支払い停止というのは他の概念でもありますから、ね、まあ、他にも、ね、派生する概念でありますから、客観的な状態と見た方がいいんじゃないのというような、まあ、話もあるんですけども、まあ、ここはいいです、行為と捉えておけばいいということになります。はい、そうなってくると裁判所も持続する必要もないということになりますね。はい、よろしいでしょうか。で、その後の判例ですね、支払い停止ということです。はい、これに関しては支払いの推定ということで、まあ、このね、最初のところだけ見ておきましょう。はい、支払い停止、本裁判では支払い停止とは弁済資金の融通がつかないために一般的継続的に債務を弁済することができない旨を明示または目次に表明する債務者の主観的な態度を意味するということです。で、まあですね、銀行停止処分のさっきの話ですね。はい、ですから手形不当たりの事実っていうのは特段の事情ない限りは、支払い停止に当たるんだというような判例から先ほどやりました。はい、その下も支払い停止 S ランク、まあ、もう事実をね先ほどもうやってしまったのでそういう意味で S ランクなんですけど、まあ、判例をね抑え、あの判例100選の方をね、見てそっちに戻ってっていう必要はないかなと思いますけどね。はい、これも2行目からです。支払い停止は支払いができない旨を外部に表出する行為であるため債務者の内部的な行為については支払い停止とされないし、債務者が弁護士との間で破産申し立ての方針を決めただけではこれは支払い停止とは言えないと、外部に表示する行為ではないということ。はい、ですからこれに関しても押さえておきましょう。はい、これが支払いの停止というものです。はい、非常に重要な部分ですね。でラストです。ここのラストになりますけれどもですね、債務超過という部分です。はい、債務超過っていうのは債務者がその債務につき既存財産を持って完済することができない状態、これさっきね破産法16条1項というのをね引きましたよね。はい、言い換えると債務者の債務の額の総計が資産の額の総計を超過している状態、まあ無資力というふうに考えておいていただけばいいです、民法のね。はい、よろしいでしょうか。これはまあ法人の、ね、破産手続き開始原因としてプラスアルファされてたものになります。はい、でこの時の債務の額には弁済期未到来の債務の額も含むんだということです。これも押さえておいてください。いいですね。で支払い不能と異なり労務や信用については考慮しませんということになっています。はい、この、ね、まあ財産というところなのでこれは弁済期未到来の債務の額も含むということです。ここに関してはね、それを全てを含んで計算をしていくということを押さえておいてください。ここが一番の違いです。ここさえ押さえちゃえば債務超過に関してはそんなに難しくありません。で括弧2に関してはこれはちょっと難しいので、まあ、読み流しておきましょう。資産の評価については事業活動の継続中は事業継続価値を基準、仮に事業が停止してしまっている場合は生産価値を基準ということになります。はい、まあ、事業継続価値ね、生産価値ちょっと難しい話です。生産価値っていうのはね要するにまあですねその段階のですね、まあ、財産っていうのを全部生産した時のまあですね、価格ということになります。で事業継続価値ではそれ算定非常に難しいところになりますからね。はい、まあこんなようなことなんだということで押さえておいていただければ足りるかなというところになります。はい、で債務超過の判断要素というところですね。はい、これは押さえておきましょう。はい、企業が債務超過に陥っている場合、これで、ね、事案がそういう話なんですけど、企業ですね、ある企業が債務超過に陥っている場合を考えてください。この場合は大口の債権者に対してはオーナー社長などが個人保証をしているという例も珍しくありません。確かにそうなんですね。はい、社長が連帯保証をしている場合というのが多いです、会社の債務に関してね。はい、で個人主張したものの資力が大きい場合や例えば個人が物情保証人として相当の不動産を持って当該企業の債務を担保している場合、これよくあることです。これは頭の中に押さえておきましょう。で当該企業単体で見ると債務超過であるが保証人の資力と企業の、ね、資産として評価すると債務額が資産額を超えないこともありえます、保証人の資力を入れちゃうとね。はい、そこで本裁判では債務者会社が保証人の資力等を鑑みると未だ債務超過ではないから破産手続き開始決定を行うことができないのではないかが問題となりましたということです。はい、これはですねこれも事案を使えるので、まあ、出しやすいかなというところではあります。保証人の資産としていくらいくらあるって、ね、問題文がバーって書いてあって、でもこの法人に関してですね債務超過を認定して、ですね破産手続き開始決定できるかというのは問われ方、これが問われる可能性はありますよね。はい、ただし判例なんて言ったかということですね、裁判例ですけども、はい、本裁判例はその下の段落、法人の破産原因としての債務超過の事実を確定するに際してはその法人の財産をもって債務を完済することができるか否かを判断すれば足りると判断し、あくまで債務者の、まあ、この場合企業ですね、企業の資産状態のみについて債務超過が判断されるというふうにしていますということです。これは押さえておきましょう。はい、よろしいでしょうか。ですから事実をいっぱい使ってですね、まあ、書くことができるということになります。はい、よろしいでしょうか。これが、まあ、債務超過の部分になります。で最後破産障害事由というところ
ところですね。はい、ここはまあ簡単にね見ておけば足りるところであります。破産能力、破産手続き開始原因があったとしても、他の倒産処理手続きが開始され、または開始されようとしている場合、破産手続きは開始しませんということですね。はい、まあ、概要図の部分でもね、まあ、少しやったようなところかもしれませんけど、破産障害事由ね、まあ、この開始原因があったとしても、ね、だとしても破産障害事由というのがあればですね、開始原因開始しないということになるんですね。その場合には今言ったような他の倒産処理手続きが開始されているような場合です。その場合にはそっちの手続きに任しちゃおうと、いちいちこっちでもう一度破産手続きを開始する必要はないんだというようなことですよね。はい、まあ、そういう要件というのがあるということです。はい、また一旦破産手続きが開始されたとしても他の倒産処理手続きは破産手続きを中止させる場合があります。はい、で破産手続きは他の倒産手続きに対して劣後することになるが、これは破産手続きが清算型手続きの一般手続きであるため、再生型手続きや特別な清算型手続きの方が優先されるんだということです。これ後でもやりますけども、再生型手続きを、ね、使った方が総債権者の満足になるような場合にですね、再生手続きというのは使われるんですね。これいわゆる清算価値保証原則っていうんですけど、破産で最終的に配当するよりね、その再生型の手続き、清算型の手続きよりも再生型の手続き、ここで例えば民事再生法ですね、こっちを、ね、取った方が総債権者の公平、ね、まあ、弁済満足っていうのにより資するのであれば再生型手続きが取れるということは、再生型手続きが取られるような場合には破産というのは残しておく意味がないということになるわけですね。はい、よろしいでしょうか。それがここに書かれていたということになります。で、括弧2です。破産手続き開始申し立てと民事再生手続き開始申し立てが競合した場合、必要がある場合には破産手続きの中止命令が発せられます。はい、これは民事再生法の26条1項1号という部分になりますね。まあ、これはもう条文そのままなので、こっちで押さえておいていいと思います。はい、民事再生手続き開始申し立てが棄却されれば中止命令の効力も失われますということですね。はい、それから括弧3です。破産手続き開始手続き中に再生手続き開始決定がされた場合は、破産手続き開始手続きは当然に中止されますということです。要するに民事再生の方がね、優先されるということになります。はい、ここに書いてあるのね。で、また新たな破産手続き開始申し立てもできなくなります。で、中止された破産手続き開始決定は再生計画認可決定があると失効しますということですね。はい、これは民事再生法の184条というですね。まあ、今の段階で抑える必要はありません。要するにですね、こういう場合にはまあ破産というのは、ね、手続きが開始でもストップしてしまうということになります。はい、で、再生計画認可前に廃止などのために再生手続きが終了すると破産手続き開始手続きは続行することになりますと、まあ、これも当然のことです。要するに再生手続き終わったら、だったらね、破産手続き開始決定というのが続行させていいではないのということですよね。はい、で、再生計画認可決定の確定後に再生手続きが廃止されることもありますと。はい、で、この場合は職権で破産手続き開始決定がなされる、売るということです。要は何を言ってるかというと、ちょっとね、まだ全体の手続きやってないからわからないかもしれませんけど、再生手続きはとりあえず優先されるんですね。で、再生手続きは何らかの形でなくなってしまったら、で、もともとあった破産手続き、こっちに移行していきましょうということです。何回も言いますけど、再生手続きの方を使った方が総債権者の満足になるから再生手続きが使われる。ということは、破産手続きは残しておく意味はなくなるわけです。ところが、その再生手続きっていうのが何らかの形で廃止されてしまうことがあるわけですね。その再生手続きに、要するに簡単に言うと、ここもね、いろいろあるんですけど、簡単に言うと、再生手続きを使うと、破産手続きよりも再生手続きを使ってしまうと、総債権者の満足を得られない恐れがある場合、この場合にですね、再生手続きが終結してしまうんですけど、だったら、もともとあった破産手続きを使っていった方がいいじゃないかという話なんですね。ちょっと難しいかもしれませんけど、今そんなイメージで押さえておいてください。よろしいですね。再生手続きは優先されるんだけど、優先されないような場合は破産手続きは復活するんだというようなイメージを押さえておきましょう。はい、括弧4です。すでに破産手続きが開始されていた場合、再生手続き開始申し立てがあると、裁判所は破産手続きの中止を命ずることもできるということです。はい、これもまあ今言ったようなことと同じような話ですね。はい、次です。すでに破産手続きが開始されていても再生手続き開始決定があると、まあ破産手続きはまあ中止されるというところですね。はい、よろしいでしょうか。まあ、次です、回答のためのポイントということで、まあ、ここだけ見ておきましょう。はい、まあ、今ね、申し上げた括弧3の部分ですよね。括弧3の部分についてはですね、再生計画認可前に廃止などのために再生手続きが終了した場合はですね、破産手続き開始決定が続行することについては明文による根拠を探そうとするとですね、民事再生法250条以下、これね、もう一番ね、ですね、まあ、この破産法、倒産法の中でね、もうよくわからない条文なんですね。民事再生法250、もうね、本当にですね、もうアマゾンに入ったかのようにね、もう一回入ったら出られなくなってしまうみたいなね、条文になってます。はい、で、これを何度も読むことで時間を大幅にロスしてしまうということなんですけれども、もう簡単にね、捉えておいてください。破産手続きを中止させる再生手続きが終了した以上は、破産手続きの進行を阻むものはないので、破産手続きの効力が当然に復活するというふうに考えておいていいということです。非常にややこしい条文なんですけども、もうね、
ね、先ほど来申し上げているように破産手続きを阻むものがなくなっちゃったんです。再生手続きはもうなくなっちゃったわけだから、だったら元々のものをやらせてあげた方がいいでしょというような、簡単に押さえておいていただければいいかなというふうに思います。はい、よろしいでしょうか。はい、それではですね、この部分に関してはこれで終わりますね。